はい、今回は、久方ぶりのモンゴリアンタイム。モンゴルが来た、モンゴルが来たー。当チャンネルはこれまで、チンギス・カンからオゴデイ、グユク、モンケと歴代の皇帝や、バプやフレグの生成と、空前絶後の大帝国、モンゴル帝国の拡大と権力闘争の歴史を紹介してきた。モンゴル帝国は凄まじい勢いで膨張しながらも、その内部では、チンギス・カンの4人の嫡子の一族が、手を組んだり反目したり、そこにチンギス・カンの弟の一族も、加わったりして、皇帝・カーン位をめぐって熾烈な権力闘争を、行ってきたのよね。そう、そして今回は、ついに皇帝の後継者の座をめぐって、モンゴル同士の大規模な内戦となった、アリクブケとクビライという、先代の皇帝モンケの、弟同士による、モンゴル帝国帝位継承戦争について、語っていこう。大帝国の帝位をめぐる戦争、盛り上がってきたー。楽しくなってきたー。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、パルストリン人間の提供でお送りします。ほいだらまずは、ざっくりとチンギス・カンの死から。なぜしれっとチンギス・ハンじゃなくてチンギス・カン呼びに、そろそろ世間では当時の発音、カンが主流になっている、と、ガイアが私に囁いているからだ。そう、ちなみにフビライをクビライにしているのは、彼が兄モンケに南宋攻略軍の司令官を解任されるくだりで、お前なんかクビライ、と言わせたいからだ。そう、と、名称変更にご理解いただけたであろうところで、二代目のモンゴル帝国皇帝、カーン・オゴデイから、三代目のグユク、そして四代目のモンケまでの、モンゴル帝国について、主に帝位の継承周りに絞って、簡単に振り返っていこう。はい、さて、一代で巨大なモンゴル帝国を築いた草原の英雄、チンギス・カンの後を継ぎ、帝国の第二大皇帝となったのは、三男のオゴデイだった。兄には女智、ジャガタイがおり、弟にはトルイがいた。彼は、その温厚な性格を父に見込まれ、モンゴル帝国の後継者に指名されたという。そしてこれ以降、モンゴル帝国の帝位は、このチンギス・カンの、四人の嫡子、女智、ジャガタイ、オゴデイ、トルイの家から、出た人々が継承することとなった。ほうほう、チンギス・カンの後を継いだオゴデイの子孫が、代々のモンゴル帝国の皇統に定まったわけじゃなかったのね。そう、そこが複雑かつ面白いところで、もちろんオゴデイは、自身の子孫が代々皇帝、カーンとなることを望み、様々な手を打ったわけだが、モンゴル帝国の帝位の継承は、皇帝の死後に開かれる有力者会議、クリル隊によって、決まったため、その時々の有力者の動向に左右されたのだ。ほむほむ。そこで女智家、ジャガタイ家、オゴデイ家、トルイ家の、有力者が自ら皇帝に立候補したり、推しを推戴したりして、熾烈な権力闘争に発展したってわけね。そう、加えて女性の力が強い遊牧民の世界では皇妃、特に先帝の皇妃が強い影響力を及ぼすこともあったし、チンギス・カンの弟たちの一族、帝国の東側に領地が、配置されたため、東方三王家と呼ばれた勢力も、と東方三王家、ワクワクする響きねー。時には帝位そのものを狙いに行く人物が現れるほど、実力のある集団だったのだぜ。ふむふむ、じゃあモンゴル帝国の歴史を見ていくときは、チンギス・カンの4人の嫡子の家や皇妃たち、それと、東方、三王家の動きを把握しておけばいいってことね。そういうことよ。ほいじゃあ話をオゴデイに戻そうか。合点承知の助。さてオゴデイは、自身がモンゴル帝国の皇帝にふさわしい人物であることを証明すべく帝国の版図の拡大に乗り出し、1234年には華北に残存していた金王朝を完全に滅ぼし、それから史上空前のダブル遠征作戦、征西と南西を行った。この時キプチャク草原を制圧し、ヨーロッパまで到達した。征西の司令官がチンギス・カンの長男女智家の当主、バプであり、南西の総司令官で、南宋攻略作戦の途上で、急死してしまったのがオゴデイの三男クチュだったわけだが、両司令官明暗分かれすぎー。しかも不運なことに、クチュはオゴデイが自身の後継者に、指名していた最も有力な皇帝候補だったからまあ大変。あらあらまあまあ、こりゃあスムーズな帝位継承は厳しそう。そう、
そして後継者を失ったオゴデイも1241年に、酒の飲みすぎで死んでしまい、ついでに彼を支えていた、チンギス・カンの4人の嫡子の最後の一人、チャガタイも、死ぬと、間もなくモンゴル帝国では10年に及ぶ、大混乱の時代がやってきたのだった。まだ3代目の皇帝が登場しようってところなのに、なんでそんなに揉めるわけ？そりゃあ血統の良い実力者みんなに帝位を継承する。チャンスがあったからよ。現にチンギス・カンの弟の家。東方東方東方三王系。そう、その中のチンギス・カンの末帝、テムゲ・オッチギンが、早速行動を起こし、オゴデイの遺体と爆衛を守るという名目で、帝都カラコルムに進軍したのだ。ほえー、チンギス・カンの弟、この頃まだ生きてたんだ。まあもう70近くの高齢だったようだがな。ただこのテムゲ・オッチギンは、オゴデイの第6夫人である、ドレゲネにその野望をくじかれ、早々に帝位継承レースから、脱落させられてしまったのだぜ。女性強い、でんで、オッチギンじいさんが脱落した後は誰が、モンゴル帝国帝位継承レースの主導権を握ったの？このオゴデイの第6夫人ドレゲネよ。この女性が、そう、彼女はオゴデイから後継指名されていたクチュの遺児、シレムンをまだ幼いからと後継候補から外し、この時ちょうど、罰と揉めて聖聖から本国召喚処分になっていた。彼女の実子、グユクを皇帝に擁立しようとしたのだ。ほえー、ドレゲネやるわねー。だが、ドレゲネのこの動きに、聖聖を成功させ今や、帝国屈指の実力者となったバプが強く反発し、彼は、ドレゲネの主催するクリル隊をボイコットしたのだった。ああ、そういえばグユクと揉めたんだっけバプ。そう、彼とグユクは聖聖軍での確執があったし、グユクの、血統も問題視したのだ。その上バプは皇帝の座には、トルイ家の門家がふさわしいと主張していたから、グユクの、即位など、到底認められなかったのだぜ。なるほどねー。でもバプ、自分が立候補するより、トルイ家の人を皇帝に推してたんだー。ちょっと不思議かも。ではここで少しバプと門家の関係を解説しておこう。実はバプの聖母と門家の聖母は姉妹で、モンゴルで、最高の価格を持つケレイト王国の王女だった。だから、彼らは父方でも母方でもいとこの関係であり、血統的な、結びつきが非常に強固だったのだ。はえー、二重いとこ。さらにオゴデイの代のモンゴル帝国はオゴデイが皇帝となり、それをチャガタイが支えていたため、どうしても女地家と、トルイ家は主流派となってしまっていたのだ。なるほど、オゴデイの時はオゴデイ家とチャガタイ家が、有力になってしまう体制だったのね。そう、だからこそ主流派同士の、両者の結びつきは強かったのよ。なるほどねー。で、話を戻すわけだが、ほいほい、バプは4年以上もクリル隊の参加を拒否したものの、結局、各方面の支持を取り付けたドレゲネに押し切られ、1246年6月、しぶしぶながらグユクの即位を認めたのだった。はぁ？やっとモンゴル帝国の混乱が収拾されたのね。いや、私はさっき、大混乱が10年に及んだと言った。混乱はまだ続くんですか？そう、グユクの即位に安心したのか、ドレゲネが間もなく世を去ると、グユクとバプの対立が激しくなり、ついに両者が、軍を率いて衝突し、モンゴル帝国で内戦が始まる。むむむ、かに思われたが、1248年8月、グユクはなんと急死してしまった。おう、これは、酒の飲みすぎともバプに暗殺されたともされるが、まあとにかく、このグユクの死によってモンゴル帝国は、最悪の事態を回避することができたのだぜ。まあ確かに、泥沼の内戦が起きるよりは良かったのかも。さて、こうしてグユクも消えたので、ついにバプは激推しする、盟友門家をカーンの座につけるべく、自身が主催する、クリル隊の開催を帝国全土に宣言したのだった。バプがクリル隊を開くのも反発が起きそうだけど、大丈夫だったの？大丈夫じゃなかった。当然オゴデイ、チャガタイ両家や、グユク派の有力者は反発し、彼のクリル隊への参加を、拒否したが、バプは開催を強行し、女地、トルイ両家の、王族や東方三王家の当主らを集めて門家を、カーンに推戴したのだった。これも揉めそう。ご明察、対立は2年近く続いたが、門家は最終的に、バプの軍団に守られてモンゴル高原へ入り、1251年7月、
改めてクリル隊を開き、正式にカーンに即位した。こうしてオゴデイの死より始まった、約10年にわたる、モンゴル帝国の混乱は終わったのだった。やったねモンゴル。そして、ついに即位したトルイ家出身のカーン、モン家は、グユク派の有力者たちを次々に粛清していった。はぁ、モン家は優れた人物だったとされるが、その過断さゆえに、オゴデイ家、ジャガタイ家の多くの有力者を容赦なく、処刑し、追放し、領地を取り上げたのだった。おぉ、モン家のこのような非常な措置は、モンゴル帝国に統制を取り戻すことには成功したが、それまでモンゴルの支配者同士ではほとんど発生しなかった、流血を伴う処分が起きたことで、モンゴルはモンゴルを殺さない、という不文律が破られ、これまでのモンゴル共同体にあった、一体感が失われていってしまったという。ああ。さて第4代モンゴル帝国皇帝、モン家は帝国をまとめると、1253年の春、クリル隊を開き、オゴデイの急死以来、10年以上も中断されていた大遠征の再開を宣言、母を同じくする4番目の弟クビライを東アジア、すなわち、南宋攻略の総司令官に、こちらも母が同じ5番目の弟、フレグを西アジア攻略の総司令官に任命したのだった。出た、バニューシュゴクゴクおじさん、あ、それとクビライもついに登場したわね。一応ね、彼この動画の主役級の人物なのよ。じゃあそのクビライについて、紹介どうぞ。彼の姓はクナワビライ。いやそれはおかしい。それはまあ冗談だが、チンギス・カンの四男でエイマイと名高かった。トルイとその制裁で県夫人ソルコクタにベキの子の一人で、母を同じくする兄にモンケ、弟にフレグ、アリクブケがおり、モンゴル史に三千と輝く華麗なる一族に生まれた彼。クビライはこの36歳の時に、兄モン家に南宋契約の司令官に任命され、歴史の表舞台に登場するまで、目立った功績もなければその前半生もよくわからない人物だったのだぜ。大役を仰せつかるまで、何してたかよくわからないんかーい。そう、しかし彼は兄モン家のカーン即位によって一気に、モンゴル高原南部と河北の統括者にまで出世し、モンゴル高原東南の草原地帯近連戦ドロンノールに拠点を構えたのだぜ。ちなみにこの地には後に海兵府、城都が建てられ、元王朝の中心地の一つとなる。ほうほう、また、その地はモンゴル帝国の五島家の根拠地でもあり、クビライはその五島家のコンギラト部出身のチャブイを制裁に迎えていたのだぜ。五島家って何よ。五島家とは、モンゴル帝国に属すコンギラト部、ジャライル部、イキレス部、マングト部、ウルート部の5つの有力部族集団で、チンギス・カンの生成中に東方の備えとして、モンゴル軍の本体から離れて河北に駐屯した軍であり、帝国内でも特に、独立性や一体性が強い精鋭とされる集団だ。ほうほう。帝国の東の備えとして配置された盛況な部族集団か。そう、クビライはこの集団と近く、妻をコンギラト部から、迎えただけでなく、もともとチンギス・カンの重臣として五島家を、率いていた子孫の一人、ジャライル部のムカリの孫、バートルを腹心とし、義兄弟のちぎりも結んでいたのだぜ。ほむほむ、クビライが五島家っていう強力な集団と、密接な関係にあったってのはわかったわ。さてそんなクビライが、モン家に命じられた南宋攻略に、乗り出したのは1253年10月のことだった。まず彼は、まっすぐに南宋を攻めず、迂回して大理国が栄えていた、雲南に侵攻し、複雑な地形と亜熱帯の気候に苦労しながら、大理を降伏させたのだった。この雲南の地は南宋の、即配を突くのに有利な位置にあり、クビライは守りを固める、南宋に対して、じっくり腰を据えて包囲網を築こうとした。ふーむ、最強モンゴル軍なら南宋なんてひとひねりで、制圧してしまえそうなのに、クビライは慎重ねー。いや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 、南宋は名将毛強が大河長江を生かして、堅固な城塞都市軍による防御網を構築しており、それを、突破するのはモンゴル軍にとっても至難の業だったぜ。騎兵を、有効に使うことのできない城郭をめぐる攻防戦では、モンゴル軍でも苦戦を強いられ、拠点を一つ一つ潰して、確保していきながら戦線を押し上げていくしかなかった。むむむ、
南宋を滅ぼすには時間がかかりそうねー。なのでクビライは軍事と並行して政治、中国の支配にも力を入れ、武将たちに現場を任せて金連戦に帰還し、中国式の途上海兵府の地の現状の譲渡を築き、そこを拠点にして華北の経営にも力を入れ、長期戦で南宋を締め上げようとしていたのだぜ。しゃあない、南宋の防御網が固いのなら、どっしり腰を据えて攻めていくしかないか。だが、皇帝門家はクビライのこのような慎重な姿勢を嫌い、また、クビライの華北の政治支配を進める方針を疑い、腹心を送り込んで徹底的に監査を行い、クビライが、起用した管理を多数粛清するとともに、彼が設置した、行政機関を停止させ、クビライを南宋方面総司令官から、解任し、自ら南宋へ申請することを宣言したのだった。これが1257年の春のことだ。あらあ、クビライ、南宋方面総司令官の大役を、クビライ。ちょいバルさん、満足したからって動画を終わらせようとするんじゃない。ほな続けるか。さて、クビライをクビにした門家は、1257年の春、マッテイ・アリクブ家に帝都カラコルムの留守を託して、モンゴル本土を出立し、夏には先生の陸番山に到着し、そこを本営にして南宋侵攻軍を再編し、新たな作戦計画を発表したのだぜ。ほうほう、その門家の作戦計画とは、まず門家の率いる本隊が、四川に侵攻する、ほんほん、左翼は東方三王家と後藤家の軍団を主力とする軍を、チンギス・カンのマッテイ・テムゲ・オッチギンの孫、タガチャルに、率いさせて関水の要衝、上陽・繁盛を攻めさせ、名将ス部隊の子、ウリアン課題の雲南駐屯軍には、雲南から北上させて南宋領を南北から分断する、という壮大な計画だったのだぁ。うおぉ、これで勝つる、と、思うやんか。東方三王家を代表するオッチギン家の当主、タガチャルは、上陽・繁盛を行為するも、長雨を理由にわずか一週間で、陣を解いて撤退してしまったのだぜ。はぁ、タガチャルンごー。彼の離脱は、タガチャルに従っていた肝心軍閥の略奪を、門家が咎めたからだともされているが、まあとにかく、タガチャルの離脱で門家の立てた戦略は続行不能になってしまったのだぜ。左翼軍消滅って、どうすんねんこんなん。ふふ、ここで出てくるのがクビライよ。おお、クビライ。そう、門家はクビライと和解し、彼に新編成した左翼軍の、指揮を取らせたのだった。やったぜ。ちなみにタガチャル以下東方三王家の軍勢も、クビライの、助行として左翼軍に配置された。よかったねクビライ。あの勝手に撤収したタガチャルと組まされたんかクビライ。またクビライ&タガチャルは、一種懲罰的な任務として、上陽・繁盛よりさらに南宋領の奥深く、長江流域の要衝、学習を攻め、そこで雲南から北上してくるウリアン課題と、合流する、という任務を与えられたのだぜ。厳しい任務ってことか、クビライも大変ねー。そう、ただ三軍による南宋攻略が始まっても、クビライらの、左翼軍は学習攻略への準備に手間取っており、その間、四川攻略を急いだ門家に南宋軍の抵抗が集中した。あらー、そして門家は苦戦を重ね、なんとか要衝重慶を攻略するも、1259年8月、軍陣内で急逝してしまったのだ。おう、門家、疫病にかかったとか、深手を負ったとか、門家の死因は、諸説あるが、前触れのない急死だったことは間違いないようで、彼は後継者について何の遺言も残さず没した。そして、指導者を急に失ったモンゴル帝国は、再び大きな危機を迎えたのだ。反対派の粛清はしたけど、有能なカーンだったのよね門家。そんな門家が急死してしまったら、誰がモンゴル帝国を、引っ張っていけばいいのよ。ああ、そういえば門家を衰退した女帰家の当主、実力者バプがいたじゃないバプが。残念ながらバプはすでに3年前の1256年に病没しており、女帰家の当主の座はバプの弟、ベルケに移っていた。ベルクじゃねえか。といった具合に門家が急死したこの時、モンゴル帝国の各王家には有力な候補がいなかったり、フビライやフレグのように、各王家の主だった者の多くが、東西の遠征の前線にいたりして、抜きんでた、カーン候補はいなかったのだぜ。むむむ、
ただ一人、帝都カラコルムにいたアリクブケを除いては、おお、さて、彼アリクブケはトルエとその正妻ソルコクタに、ベキの、マッシ、つまりモンケ、クビライ、フレグの弟で、そのマッテイの、立場から母の異様を継承し、さらにモンケからモンゴル本土の、留守を任されていた人物だったのだぜ。ほうほう、血統は十分だし、帝国の中枢カラコルムの、留守を守り、モンケ政権の重臣たちに囲まれていたのね。そんな状況だったからモンケの死がカラコルムに伝わると、周囲が彼にカーンへの即位を要望したのも当然のことで、アリクブケもそれに同意し、即位への準備を進めることとし、モンケの遺体がカラコルムに到着すると、彼はモンケの、葬儀への参集を帝国全土へと呼びかけ、事実上、次期カーン候補として名乗りを上げたのだった。アリクブケ、モンケ政権を引き継ぎやすい帝都カラコルムに、留守役としていたのは、超ラッキーだったわね。しかしアリクブケがクリル大開催、そして即位へ向けて、準備を進める中、彼がモンゴル帝国の支配者になることを、認めず、カーン位を実力で奪おうとしていた人物がいたのだ。ああ、その野心家が、そう、クビライだったのだぜ。奪いに行くか、モンゴル帝国の支配者の座を、ということで、ここからクビライの野望、蒙古風雲録の、始まり始まり。さて、クビライがモンケの急死を知ったのは、序南でワイガとかの、準備を進めていた1259年8月のことだったといい、モンケの、本体にいたトルエの諸子でクビライとは父兄弟だったモゲが、クビライに密使を送って知らせたのだという。サンキューモゲ。早速クビライは、後藤家ジャライル族の義兄弟、バートルら、腹心たちを集め、今後の対処について意見を求めた。そこでバートルは、クビライがカーンの座を狙うなら、北に、撤退するのではなく、むしろこのまま南進して、当初の、計画通り、学習を目指すべきである、と進言したのだぜ。ええー、もう皇帝モンケも死んで南宋攻略作戦なんて、続行不可能なのに、だが、この時クビライが率いていた軍は1万程度で、それも河北の肝心軍閥の兵を動員して急遽編成した、急増の軍団であり、このまま急いで北方に帰還したところで、この軍団が維持できるとは限らず、それどころかチリジリになってしまう恐れもあった。それになんとか無事に北方に帰還したところで、アリクブケに名分で劣るクビライが、カーンに選出される見込みもなかったのだぜ。はい、なるほど。それならば前線に留まりモンケの意思の継承者であることをアピールしつつ、中国各地に散らばったモンゴルの諸軍をまとめ上げ、軍事力でもってアリクブケに対抗しよう、というのがバートルの進言の真意だったのだぜ。軍事力でもってアリクブケ優位の状況をひっくり返せ。ってことね。そう、クビライはこの進言を入れ、南進を開始するとともに、まずはモンケ本体に編入された後藤家、5つの有力部族の指導者たちに、自軍に加わるよう呼びかけたのだった。さて、どうなるかしら。さてクビライは、モンゴルの諸軍に使者を送りつつ1259年の9月の終わりにはワイガや長江を越え、学習まで到達していた。この時のクビライの学習行為は、南宋では学習の駅と呼ばれ、南宋の朝廷は彼の南下を大いに恐れたのだが、元よりクビライは学習で軍に損害を出す気はなく、学習の救援軍の司令官としてやってきた。後にコオロギ宰相と呼ばれ、公正ボロクソに非難されることとなる、南宋の家事道と、停戦交渉を行い、翌1260年の3月に南宋軍との停戦を、成立させたのだぜ。うんうん、クビライは3ヶ月ちょっと学習に留まっていたのね。そう、この間彼の元には、後藤家や雲南から北進してきた、ウリアン家大が合流し、さらにタガチャルら東方三王家も、おお、勝手に南宋攻めから離脱したタガチャルもおるやんけー。大丈夫なの？この人仲間に加えて。いや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 、東方三王家筆頭オッチギン家の当主、タガチャルがクビライに味方した影響は非常に大きく、彼がクビライに組したことで、盛況な東方三王家の軍団や、その他の各部隊もクビライの元に参集し始めたという。はい、タガチャルって大物だったんだ。じゃなきゃモンケやウリアン家大と共に南宋攻略軍の一翼を担うはずがないんだよな。確かに、
ちなみに、当初タガチャルは首らいに味方するか、それとも、アリクブケ型につくか、かなり迷っていたとされるのだが、結局ある重臣から、旧門家政権を引き継ぐアリクブケが、カーンとなれば常用、繁盛の公約で勝手に撤退し、門家の、死の縁因を作ったタガチャルのアリクブケ政権の中での、立場は悪くなる、ならばいっそ、クビライを支えて彼に、かけた方が多くのものを得ることができる、という進言があり、その言葉に従ったのだとされるのだぜ。前に揉めた門家の後継政権はちょっと、って理由で、クビライに味方したんかーい。こりゃあちょっと忠誠心心配ですわー。しかしまあ、このようなアンチ門家勢力がかなり、クビライの指示に回り、門家に粛清されたものの演者の、将が、クビライのクリル隊に参加したのも事実だったぜ。はい、アンチ門家、アンチアリクブ家の勢力の存在が、クビライのカーンイダッシュには重要だったのねー。そう、それでは話をクビライの学習方位に戻そう。はい、クビライが愉快な仲間たちを集めていた頃ね。そう、しかし実はクビライは、この学習方位の集結まで、その地に留まっていたわけではなく、途中で腹心の、バートルに工事を任せ、急ぎ北へ帰還していたのだぜ。おお、どしてどして、アリクブ家の動きがにわかに活発になったからだ。そのためクビライは1630年の4月には本拠地海兵府に入り、アリクブ家の主催する門家の葬儀をボイコットし、6月に、自派だけでのクリル隊を開催、カーン即位を一方的に宣言した。ついにクビライが、カーンに、この時のクビライのクリル隊は、タガチャルをはじめとする、東方三王家の将や五島家の当主、また門家に粛清された、チャガ隊の着孫ぶりの子らが参加したという、その一方、このクビライの動きに慌てたアリクブ家もクリル隊を開催、こちらには門家の聖妃や諸子、バプの後を継いだベルケラ、ジョキ家の将、さらにチャガ隊家の当主代行オルガナなどなど、モンゴルの大多数の諸侯の支持が集まったのだ。門家の祭司、ジョキ家、チャガ隊家がアリクブ家についたか。そう、そしてアリクブ家はクビライの即位の1ヶ月後に、クリル隊を開催し、カーンに即位したのだった。ついに両帝並び立ったわねー。なお、この二人の即位については、アリクブ家の方が、先に即位していた、という説もあるのでそこんとこよろしく。保険かけてきたわね。さて、こうしてモンゴル帝国は、二人のカーンが並び立つ、未曾有の異常事態に陥った。こうして始まる帝位争奪戦は、以前はアリクブ家の乱と称されてきたが、その実態は、東方三王家や五島家、それと一部の反門家派の支持を得たものの、実際のところクビライサイドのクーデターに他ならず、正当性は、ジョキ家、チャガタイ家の支持を得、先帝門家の、葬儀を取り仕切り、帝都カラコルムで旧門家政権を引き継いだ、アリクブ家にあることは明白だったのだぜ。だからこそクビライは軍事力で帝位を奪いに行ったんでしょう。そう、というわけでクビライとアリクブ家の配置を、互いの本拠地、カラコルムと海兵府に合わせて入れ替え、いよいよこの戦争について語っていくぞー。がはは、もう再生時間も30分近くになるのに全然終わる気しない。さて、ここまで散々クーデターだの正当性がないだのと、言われてきたクビライだが、彼にも有利な点があり、それは、南宋攻めの軍団の多くを掌握することに成功し、大兵力を、有していたことや、それを支える河北の豊かな農耕地帯を、確保していたことだったのだぜ。なのでクビライはまず、その利点を生かす戦略を取り、モンゴル高原と河北を、つなぐ物流ルートを遮断したのだった。おお、兵糧攻めか。そう、それに対してアリクブ家は河北の先制、甘粛の奪取を狙い、穀倉地帯である入り地方を支配する、チャガタイ家との、連携強化を図ったのだった。ほうほう、クビライとアリクブ家両派の戦いはまず、先制、甘粛の争奪戦から始まったのね。そう、特に先制の争奪戦が熾烈なものになったが、ここでは両者の息がかかった軍の戦闘の他に工作活動も、激しく行われ、両派の死者や要人の暗殺も相次いだという。ほえー、暗殺までやり合うくらいのバチバチの状況だったのね。ただやはり、最後は軍事力での衝突で決着がつき、クビライ型が先制、さらに甘粛の確保に成功したのだった。
がはは、やっぱり最後は武力が物を言うのね。しかしアリクブ家も、先生、甘粛を取られるのを、黙って見ていたわけではなく、外交によって自派の食料供給の安定を図ったのだ。彼はチャガタイ家との連携強化のために、チャガタイの六男バイダルの息子、アルグを送り込んで、当主に据えたのだ。アリクブ家はこのアルグに食料供給を約束させ、ベルクとフレグへの備えともしたのだった。人命が多くて混乱してきた。ほならね、整理しておこう。まずフレグ、すでに動画があるので、ここまでほとんど彼に対して言及しなかったが、この頃、生成を成功させたフレグは、イランを中心に西アジアを支配していた。彼はクビライの弟でアリクブ家の兄だったが、この戦争では中立を保っていたとも、ティムール朝の歴史家ハーフィズ・アブルーの歴史修正にあるように、密かにクビライと結び、彼の現状支配を認める代わりに、イランと中央アジアの支配を認めさせたともされるのだ。ほう、ほんならアリクブ家からすると、フレグは、警戒しなきゃいけない相手だったってわけね。そう、続いてジョチ家のベルク、じゃなかったベル家、バプの後を継いでジョチ家の当主となった彼は、カラコルムでのクリル隊に参加するなど、当初、アリクブ家の指示に回ったが、次第に中立的な、態度を見せるようになっていたのだぜ。だからアリクブ家は、チャガタイ家の当主に自分の、息のかかったアルグを据え、フレグやベル家を警戒したのね。イエス。といった具合にアリクブ家はアルグを擁立して、西方への備えとしたわけだが、肝心のクビライとの戦争では、バスキの戦いという初めての両軍の主力同士の海戦にも、敗れてしまった上に、クビライの兵糧攻めに大いに苦しみ、勢いに乗ったクビライ軍がモンゴル本土へ進軍すると、アリクブ家派の将は次々と離脱していき、アリクブ家も、カラコルムを放棄し、モンゴル高原北西へ遁走したのだった。なんか、もっと互角の争いをすると思ってたけど、クビライ軍余裕じゃないっすかねー。まあ負けたらおしまいのクーデター側だからこそ、クビライ軍の戦意は高かったというし、単純に、東方三王家の軍団が盛況だったともされるしな。東方最強、東方最強、それにクビライの方は兵団もしっかりしていたから、まあ普通に戦争やったら、クビライが勝っちゃいますわな。残念だったわね、アリクブ家。と、このように追い詰められたアリクブ家は、1261年ついに、クビライに使者を送り、クビライがモンゴル帝国の、カーンであることを認め、会見に赴く意思があることを伝えた。それってつまり、そう、事実上の降伏の申し出だった。やったぜクビライ大勝利。さらにアリクブ家は、ベル家、フレグ、アルグの三人を、モンゴル本土に召集し、帝位継承問題について話し合いたい、と伝え、クビライはこの提案も受け入れたのだった。おお、モンゴル帝国の実力者が一堂に会するのか、これはワクワクする提案ねー。そしてアリクブ家は、その三人が到着する前にクビライと、会見をする約束も結んだぜ。その会見でもって戦争は終わりってことね。こうしてクビライは、バスキの戦いで活躍したイェスンゲに、工事を託し、軍団の多くを解散させ、自身も海兵府に、帰還したのだった。はいはい、ほいじゃあ最後、アリクブ家の処分とその後の、モンゴル帝国について軽く触れて、動画は終わりね。って、なんで不穏 BGM かけてるのよ。そやあね、アリクブ家の降伏は偽りであり、妻の実家のオイラトブから、借りた援軍で、一気にクビライを仕留めようとしたからよ。はぁ、ババババッバッババッバッバッバぁ。乾坤一擲の大勝負に出たアリクブ家は、偽の投降通告で、油断を誘ってカラコルムを襲撃、イェスンゲ軍を壊滅させると、そのまま全兵力でゴビ砂漠を越え、一気に、海兵府まで進撃したのだぜ。あかん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 、クビライ、軍団を解散させちゃってたんでしょう。どうすんのよ、ねえ。動員解除しちゃったから、手元にほとんど、兵力残ってなかったようだし、もしかしたら、この時がクビライの生涯で最大の危機だったかもなー。なあ、のんきなこと言っちゃってるのよー。だが、そんな絶体絶命の窮地に立たされたクビライに、彼らが、緊急の動員に応じて馳せ参じたのだー。やったー、何者何者何者。タガチャルをはじめとする東方三王家と後藤家の軍だ。ああ、やっぱ東方しか勝たん。
でも待って、タガチャルって今回の動画でちょこちょこ、名前出てきた気がするけど、どんな人だったっけ？モンケに逆らって、一週間で常用繁盛から、勝手に撤収した、あのオッチギン家の人物よ。ゴゴゴゴゴゴー、ダメじゃない？ところがどっこいダメじゃなかった、アリクブ家とクビライの決戦、モンゴル騎兵の大軍同士の二度にわたる激突、シムルプ・ノールの戦いで大活躍したのが、何を隠そう、このタガチャルであり、彼がアリクブ家の主力軍を撃破したことや、強行軍によって兵糧が枯渇したことで、アリクブ家軍は撤退に追い込まれたのだった。やったー、サンキュータガチャル、フォーエバータガチャル。さて、こうしてアリクブ家軍の攻撃をしのいだクビライは、1262年、再びモンゴル高原を脱しすべく主力軍を、カラコルムに差し向けようとしたが、その年の2月に、肝心軍閥の反乱が起こってしまい、一旦攻勢は、頓挫してしまったのだ。むむむ、なかなか戦争は終わらないわねー。しかしクビライが反乱の対応に追われている間、アリクブ家も盛大にやらかしていたぜ。何やらかしとんの？アリクブ家がシルムプ・ノールの戦いで敗れたことで、離反しようとしたチャガタイ家の当主、アルグを攻め、穀倉地帯のエリ地方を占領したのだった。まあクビライ型に寝返ろうとしたんだから、攻撃して穀倉地帯を取っちゃうのも仕方ないんじゃない？それはそうなのだが、この時アリクブ家はチャガタイ家の、将兵を虐殺してしまい、彼らと完全に決裂してしまったのだ。おう、内戦で虐殺やらかすのはやばいわね。そう、こうしてアリクブ家は急速に求心力を失っていき、さらにイリ地方も、獲得した翌1263年には飢饉に襲われ、兵糧をほとんど補給できなくなった、とうとう観念したアリクブ家は、1264年7月、わずかな共回りを連れてクビライの元に、出頭して降伏したのだぜ。その会見の際、クビライは、我々二人のうち、どちらが正当だったか、と問うたといい、それに対してアリクブ家は、以前は私が正当でしたが、現在は陛下の方です、と答えたという。そして、アリクブ家は除名されたものの、降伏から2年後の、1266年に病死したのだった。アリクブ家、死んでしまったか。さて、アリクブ家が降伏し、モンゴル帝国継承戦争が、終わった1264年から、アリクブ家が世を去った1266年に、かけて、帝国内では実力者が次々と世を去っていった。1265年には、クビライの弟でイランを中心に西アジアを、支配したフレグが死に、1266年にはジョチ家の当主、ベル家、またチャガタイ家の当主アルグも世を去った。こりゃあまたどんどこ死んでいったわねー。そう、彼らとクビライは、一堂に会してモンゴル帝国の今後の形について話し合うクリル隊を開くことになっていたが、参加者が次々に世を去ってしまったため、ついにこの統一クリル隊が開かれることはなかった。ああ、クビライやモンゴル帝国のその後については、また別の機会に紹介するが、モンゴル帝国継承戦争の決着と、その後の帝国の有力者たちの死によって、モンゴルの分裂はさらに進むこととなる。もう統一されたモンゴルの時代は戻ってこなかったのね。そう、そしてモンゴルでは有力者同士の戦いが、もっと頻繁に、さらに熾烈になっていくのだった。ああモンゴル。といったところで、今回もご視聴いただき、誠にありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンも、いつもありがとうございます。チャンネルメンバーシップご加入。スーパーサンクスも感謝感激。それでは、また次回の中国史の時間にお会いしましょう。ほな。終わり。